あ、どうですかこれ。どうも、リュウジュウジさん、チューシューです。はい、ということでですね、今回はこのシリーズでございます。至高の豚丼っていうのをやります。今回は丼で、おつまみじゃなくて丼に昇華させたものっていうのを作ります。これはですね、本当にうまいです。味的にはね、帯広の豚丼に近いんですけど、帯広の豚丼っていうのはそのまま焼くんですね、炭火で。で、僕のは煮てから焼くんで、そういう感じなんでですね、今回はその豚肉、これめちゃめちゃ美味しいので、これをめちゃめちゃ美味しい最高の豚丼、これを皆さんに教えさせていただきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあまず材料紹介。もうこれ、もうこのまま見えますか。豚バラ肉、だいたい 200g から 180g のこういうブロックを使います。脂身がちょっと多い方がいいですよ。だから赤身と脂身が、まあ脂身4、赤身6ぐらいがこの豚のワインです。まあ55ぐらいでも美味しいんですけども、1人前なんですけども、1人前にしては肉が多い180から 200g です。この豚丼はね、肉が多ければ多いほどうまい。そして今回使うのが玉ねぎです。玉ねぎも8分の1個です。まあ、30g ぐらい。これはね、香りと味付けに使います。それだけ。あとご飯だけ。はい。あとは調味料。ホワジャオだけあった方がいいです。ホワジャオ。これは、味変でめちゃめちゃうまくなるんで。まあ、それぐらいですね。はい、じゃあね、早速やっていきたいと思います。まあ、早速やっていく前に、今回至高の豚丼なんですけども、まあ、至高の豚丼って言っても、いつも飲むんですけどね。まあ、いつもね、飲む時の言い訳を考えてるんですけども、さっきまで覚えてたんですよ。でもね、飲むと忘れちゃうんね。酒を飲むのに理由はいらないということで、ということで調理開始していきます。はい、そうしましたらですね、やっていきたいと思います。お肉はもう切ってあるんで、もうこれ下処理しなくて結構です。で、皆さんお肉とお野菜一緒にまな板に乗せてますけど、まああんまり真似しない方がいいです。で、今回はお野菜も炒めるんで、で、生肉ってすごく菌を持ってるんでね、まな板伝ってこの野菜に移っちゃうんですよ。なんですけど、まあ、今回は野菜焼くので大丈夫です。玉ねぎなんですけども、玉ねぎはこうやってスライスにします。これね、1人前の玉ねぎの量ですよ。もうね、包丁使うとここだけ。はい、それではですね、こちらにキー鍋かフライパンがいいです。で、ここにたっぷりの水張ってください。ここにですね、豚肉入れます。本来だったらこの豚肉を茹でるときって生姜入れたりとか長ネギの上の方とか入れたりとか、するんですけども、入れません。なぜかというとですね、たっぷりのお湯で茹でるとこの豚肉の匂いが全部お湯に行ってですね、他のお野菜を入れなくても美味しくなるからです。臭みが抜けるからです。と、火をつけて沸騰してから、蓋をして1時間半。1時間半長いなと思うんですけども、これ弱火でほっといて煮るだけですから、沸いたら。なのでこれはやってください。1時間半煮ていきます。じゃあそこまで、まあ、ベロベロになってるかもしれないですけども、まあ大丈夫だと思いますよ。だって思考シリーズだから、ちゃんと説明するために大丈夫だと思います。ということで1時間後にタイムロス。なんとか。さあ、ということでですね、1時間20分ぐらい経ちました。まだ豚煮上がってないんですけども、豚が煮上がる前にやっておく工程がありますので、やっていきたいと思います。まずですね、この短めのフライパンを用意しておきます。ここに小さじ1杯ぐらいの油をちょっと引きましょう。で、これを、温めたフライパンに入れていきます。全然温まってなかったね。あ、でも大丈夫です。中火ぐらいでいいですよね。強火だとね、すぐ焦がしちゃったりする。でもちょっと焦がしたぐらいが美味しいです。でね、中火でやるとね、結構早いです。軽く焦げをつけてあげる。これがポイントでございます。あ、そう。こうやってね、焦がしていくんですよ。はい。じゃあね、軽く焦げましたね。このね、黒いところがね、だいたいね、3割ぐらいっていう風になって、チリチリに玉ねぎになりました。タレを作っていきます。酒がね、大さじ1でございます。はい、で、みりんが大さじ1。で、シュガー、大さじ1と半分入れます。で、ここにですね、お醤油大さじ3。丼に使うには結構多いんですけど、残ったらなんか卵かけご飯とかにしていきます。ただ今回たっぷりタレはね、多めに作っておきます、はい、僕のお得意の味の素も入れますよ、皆さん。助けて、味パンだ。はーい、はい、4
ね。で、よーく煮詰めていくと、ちょっととろみのあるオニオンダレになるんですよね。ツフツッと言ってちょっととろみが出てくるくらい。これで一旦火止めておきましょう。で、これ作っといたら、これはちょっと横に入ります。はい、ということですね。肉も煮上がりました。ちょっと1時間半煮込みました。ちょっと揚げてみましょう。はい、どうぞ。ねえ、かわいいですね。そしてですね、これがね、もうプルンプルンのプリップリになってくる。まあ本当はね、ちょっと冷ました方がいいんですけども、今回はね、ちょっとね、僕が限界に近づいておりますので、その悠長なこと言ってられませんので、まな板の方に乗せて。でそしてですね、このたっぷり茹でたお湯っていうのは豚の旨味が染み出してますんで、なんかラーメンのスープとかね、これでインスタントラーメンとか作ると美味しいですよ。はい、なので取っといてくださいね、これね。で、これね、茹でた豚です。茹で豚はね、一回冷やしとくといいんですけども、まあ、今回は流れてやってるんで、いや、冷やしません。これどうするかっていうと、まあ、これ縦でですね、切っていきます。この厚さだったら、まあ、大体4等分ですね。はい、はい、どうですか、料理研究家だと。料理研究家だとね、こうやって厚さにもね、耐えられるようになるんですね。はい、うん、これホロホロだからね。よいしょ、ほらほら、どうですか、これが至高の豚丼になっていきますよ、皆さん。はい、それではやっていきたいと思います。まずね、もうこの時点です。もうご飯はね、温めております。で、さっきのね、その至高の豚だれですね、豚丼だれですね。で、火にかけます。で、この豚肉なんですけども、なんかね、炙るとかっていうのがあるんですけども、今回はね、炙んない。で、これと一緒に、絡めるぐらいです。絡めます。これがね、一番柔らかい。で、タレはですね、もう粘度がついてますので、こうやってかけながら焼く。で、タレの煮詰めぐらいが、もう人それぞれなんで、自分がいいと思ったぐらいの粘度でいいです。温まる程度です。そしたら盛り付けていきますよ。はい、ここにご飯を盛ります。今回 200g ね。で、ここにですね、お肉ですね。まずこいつ乗せましょうか。はぁ、勝ちましたね。いいですね。あと、どうですか、これ。今回はですね、まずこのウォニウォンがね、うまいんだよね、これね。これがこの豚丼の最大の特徴でございます。そしてタレ、これですよ、これ。よし、ちょっと残しておいてください。そしてこちらで至高の豚丼完成でございます。はい、じゃあですね、いただきたいと思います。いただきます。はい、チューハイにします。今日はチューハイでいきたい。僕はこの甘々な豚のチューハイが合うと。これ今月は俺はこの酒でお酒を知ったんでございます。レモンをひと絞りでございます。はい、じゃあ、お疲れ様です。あ、これですよ、箸で簡単に切れます。ほら、こんなですよ。これ箸で切ったんですよ。このね、豚丼とタレが染み込んだご飯と、この豚、そしてカラメル状になったこの玉ねぎ、これ全部一口でいただきます。いってきます。
とろける豚が豚丼なんだと角煮丼みたいな感じもします。これはねめちゃめちゃ美味しい。そしてですねこのままでももちろん美味しい。これを 1.8 倍美味しくするやり方、山椒でも美味しいんですけど、今回はねこうホワジャオ豚に適量かけます。そしてですねこれをかっこみます。ホワジャオ合いすぎだろ。てかむしろホワジャオありきでいいと思います。これは豚丼は僕の中ではこれじゃないです。もう僕は次の撮影がなかったらこれ全部食べてるところです。ほらこれぜひ皆さん最高の豚丼をお約束します。ぜひ作ってみてください。いや酔ってないです。みんな酔ってるって皆さん僕の動画見て言っていただいてるんですけども酔ってないです。あれもう演技ですから。だってそんなもう使えるわけじゃない、ないじゃないですか。もうペロペロに酔っ払って。まあそんな話はいいんですけども、まあこれはもうつまんなくてカットして。